いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回は夢の対決、カカシ先生 VS スローン博士をお送りいたします。皆さんはどっちを応援しますか？手に汗握るバトルになりましたので、どうぞ最後までご覧いただければと思います。その他にも気になる検証盛りだくさんの内容となっています。面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。ブルート検証いきましょう。運転席とガンナーの2つの席がある。ガンナーは360度回転できる。運転席側はエモートが可能。以前は全てのエモートができたが、素早く動けるトラバーサルなどのエモートはできなくなったみたいですね。運転席は踏む攻撃のみ。ガンナー側はショットガンとミサイル。ミサイルは50ダメ、ショットガンは頭が75、体が50。運転席ができる踏みつけ攻撃は40ダメ。ブルートの体力は900で、ツルハシ攻撃が60ずつ当てれる。銃で撃った場合はそのままのダメージ。爆発する時のダメージは100ダメも食らう。以上ブルートの基本検証でした。カカシ先生のセリフ変化いきましょう。まずは通常。いやー遅くなってすまない、ちょっと休養ができてな。これは実際の漫画にも出てくるセリフ。続いてサスケ。サスケ、俺たちがここに来たのはお前のリンネガンの力か？リンネガンとはサスケの特殊な目の力かということですね。このリンネガンは血系限界の一つで、リンネガン、シャリンガン、白眼ってのが存在し、ちなみにナルとサクラで言ってみたがセリフは変わらず、まあ変わらずっていうか、この2人、まあ3人に対してこのセリフを言ったので、まあこれは正しい。カカシ先生本人で言ってもセリフは変わらず。
結果はスローン博士の勝利。やっぱり分身での集中砲火が強いですね。皆さんが手に汗握ってくれてたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄で教えてください。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつぐり。